カニがアメガニがアメは和菓子の一種で、バクガミズ飴を煮詰め、ゴザの上に貼り付け、丸い形に成形して作る唐菓子である。古くから土山塾や周辺の立場の名物と知られ、東海道名書記や東海道名図絵に記載がある。飴の発祥に関して以下のような伝承がある。巨大なカニに被害を受けていた鈴鹿山麓にンソ想図が訪れ、 カニに遭遇して説法すると、己の悪行を悟ったカニは甲羅を八つに裂いて、姿を消した。その甲羅を埋葬して塚を混流したところ、カニの血が固まり、八個の飴となった。宗図は飴を竹の皮に包み厄除けのお守りとして、村人に授けた。カニ塚カニを葬ったと伝わるカニ塚が、国道一号の下の谷川沿いにある。諸国道中旅鏡に、坂の下左に、 松二本あり、下にカニが石頭を追う、里民曰く、昔カニの妖物、人を悩ましけるに、絵心相遣いを授けたまひて、妖怪やみケるゆえ、そのところに石頭を立てたりというとの記載がある。一方、このカニは、鈴鹿峠に横行する山賊の異名という伝承も、ある。それによると、戦国末期の天文年間、横行する山賊に、 村人や旅人が苦しめられていたが、武人が山賊を討伐し、小塚を作ったという。ABCDE、カニが酒飴。土山自治振興会。2019年7月4日閲覧 AB、A, B, 体に優しいカニが酒飴。郊賀市2019年7月4日閲覧 AB、A, B, 高賀市の文化財土山の街道名物。高賀市 2019年7月4日閲覧。AB、民話でたどる滋賀の風景。蟹塚。滋賀県。2019年7月4日閲覧。郷土の文化財イコール史跡編イコール。土山町教育委員会。ありがとうございます。